はい、深夜のスーパー怖い話。深夜のスーパー怖い話。最近2021年の春頃ですけども、あんまり24時間営業のスーパーとかはやってないですよね。時短もそうだし、ですから、なんていうんですかね、深夜のスーパーに行くこともないと思うんだけど、5年10年ぐらい前は、24時間営業のスーパー結構ありまして、普通にあったんですね。はい。それで夜帰ってくるの遅くなった時に、夜11時とか12時前とかね、ちょっとスーパーに出帰ろうと思って、それも帰ってもいいんですけども、翌日買いに行く、買い物行くよりは帰りで買っちゃうと便利ですよね。出かけないでいいわけだから、帰りに 2,30 分寄ればいいだけですからね。ここで寄ってですね、でなんかお惣菜買ったりとか、もうお酒買ったりとか、翌日に食べるようなようなものを買ったりとかね、あるいは休日前に寄ってお酒とか買ったりとか、してたんですね。それでだから月に何回も行くような感じですかね。週一とは言わないけど、月に何回も行くような感じで、それでね、深夜のスーパーっていうのは結構人が少なくて、でもいないこともなくて、お客さんが私と同じような仕事帰りの人とか、それが寄ってたんですね。でもガランとして広々として、違和感があるけども使いやすいかなと、人があんまいないんでね。それで買って帰るときにですね、なんか男が駐車場のとこいたんですね。その男も背広を着ていて、私と同じような感じで買い物をこれからするのかどうかしたのかどうか分かんないけども、でその男はちょっと不気味に見えてしまって、なぜかっていうと、もう5年10年も前の話なんだけど、背が高い、すごく背が高い、180センチ190センチぐらいある。私も背が低い方じゃないんですけども、そのぐらいあるですね。でひょろ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 、普通ね、すごい背が高い人はなんかスポーツとかやってた可能性もあるんで、骨格ががっしりしてたりとかね、あと筋肉がまだ落ちてなかったりとかして、年代も20代あるいは30代ぐらいなんでね、筋肉量もある、つまりがっちりしてることが多いんですけども、その長身のね、ひょろひょろした男はもう完全に筋肉がなくてひょろひょろ、それでどういう職業なのかなみたいな感じなんですね。でその男はね、ひょろひょろで背が高くて、でそれだけだったらいないこともないですよね。背が高くて痩せてる男、別に深夜のスーパー来たっていいわけだけど、その男の一番違う決定的な何かっていうとね、髪型なんですね。髪型がもじゃ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 、これはね、天然じゃなくてパーマ当ててると思うんだけど、もじゃもじゃで、普通ならアフロですよね、このもじゃもじゃは。でその男のアフロはアフロじゃなくて長髪なんですね。もじゃもじゃがある程度の長髪、多分肩ぐらいまでのもじゃもじゃだと思うんだけど、それをね、なんかこうセットしてるか弱いてるのか分かんないんだけど、お団子状にしてるわけ。このもじゃもじゃの長いところをね、まとめてお団子状にしてると。でお団子が、そうですね、ハンドボールのボールぐらい、ソフトボールより大きい、バレーボールより小さい、ハンドボールのボールぐらい、ソフトボールのちょっと一回り大きいみたいな、小ぶりなメロンくらい、そういうぐらいの玉にしてね、お団子状にしてるわけ。でも女性でもそれはよくありますよね。頭の上にお団子状にしてもじゃもじゃのカーリーヘアをこう丸めてると、ちょうどマリモみたいになってちょっと可愛らしいみたいな、
そういう髪型あるんだけど、その男はサイドにそのマリモをつけてるわけね。つまり髪全体を長髪でもじゃもじゃなんだけど、それをまとめてお団子状にして耳の横につけてるわけ。ちょうどこめかみぐらいに、横につけてると。これがね、両サイドあればミッキーマウスなんだけども、片方だけしかないわけ。で、片方になんかもじゃもじゃの黒い丸いものがついてるというね。で、どういうことみたいな感じで、どうしちゃったのみたいな感じ で、そんな髪型生まれてこの方見たことない、雑誌とかでもまあ見たことないですし、うん。それでね、その男はね、ちょっと顔も見ましたけども、まあ、多分日本人であることは間違いないと思うんですね。で、顔がね、非常にバタ臭いというか、うん、外国ヨーロッパ系の、血が入ってるんじゃないのかみたいな、そういう顔してるんですね。まあ、だからこそ、その背が高いとかひょろいとかね、そういうこともあったと思うんだけども、それを目にしてですね、で一緒にして怖いと思って、うん、まあ、ひょろひょろだからね、なんかこうぶん殴ってくるとかないと思うんだけど、なんかトラブったら嫌だなみたいな感じで思ってたんですね。やっぱ髪型がね、異常なんでね、ちょっと怖いんですよね。はい、まあ、髪型からこう与えられる印象というかね、だからその髪型だとまともなあれ、肩着の職業じゃないだろうみたいな、そういうツッコミも成り立つし、はい、まあそういうねことを感じたわけですね。で、それが初回の遭遇時。それからね、半年1年ぐらい経ってもう一回見ましたね、駐車場で同じ男が。だからその男もそのスーパーを通っていて、まあ偶然私とね、時間帯が同じになったりとか、そういうことが確率で起きてくると、私がちょっと早めに行ったりとか、その音がちょっと遅めに行ったりとかするとすれ違うみたいな、そういうことだったんでしょうね。だから2回ですね、その男に会ったのは。まあ深夜のねスーパーが怖いなと思った話です。